殿さん、伝えたいことがあります。え、マスオです。待て、ドラ猫。好きになったのは愉快な人でした。青春はいつまで続きますか。最後の文化祭だね。僕とお付き合いしてください。はい。ハングリーデイズカップヌードル。放課後、片思い、告白、卒業証書、青春と書いて青春。それは青くて熱くて意味もなく夢中になれるもの。2017年、まだ誰も知らない青春が始まる。ハングリーデイズカップヌードル。キキ、17歳、この気持ちうまくお届けできますか。今青春に魔法がかかる。トンボ、届け物があるの。キキ大好き。ハングリーデイズカップヌードル。ハイジもおしゃれしたら。せっかく可愛いんだから。クロラ、ハイジ、16歳。どうして私はクララじゃないんだろう。ちょ、ペーター、青春ってちょっと意地悪だねえ。ペーター、今日もクララが可愛くてさ、私なんかが。俺は今のハイジが好きだ。ハングリーデイズカップヌードル。なあ、俺たち付き合ってんだよな。え、何。いや、好きって言われてないなと思って。やめてよ、恥ずかしいじゃん。いや、でも一度も言われてないし。欲しがるな。言葉にして欲しいんだよ。分かった。ちゃんと好きです。なんだよ、ちゃんとって。青春かよ、ハングリーデイズカップヌードル。